こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。今回はなんと、オフィスビルを強引に住宅に変えてしまった、面白いストーリーの物件を内見していきますよ。ということで、福岡市博多区にやってきました。早速右奥に見えてまいりました、白い建物が今回の物件です。こう見えて、なんと築55年。以前は製薬会社の自社オフィスビルとして使われていましたが、今から14年前にほとんどの部屋が住宅へと生まれ変わったのです。建物の躯体だけ残して大規模に改装する手法をリノベーションと呼びますが、この建物はオフィスから住宅へと用途まで変わってしまっています。こういう場合、コンバージョンと呼ばれます。冒頭からマニアックなトークになっておりますが、改めてご覧くださいこの外観。建築に詳しい方はご存知かもしれません。世界的な建築家、ル・コルビュジエの作品とも同じジャンル、モダニズム建築と言われるデザインです。知らんけど。見る人が見れば、外観だけでご飯3杯はいけるくらいの美しい建築物。らしいです。知らんけど。知らん話を続けるのも無理があるので、早速入ってみましょう。おお、これはかっこいい。天井高。いやあ、この階段のデザインはしびれますね。何がすごいって、築55年の建物を大規模に改装していながら、美しく作られた元のデザインをしっかり残して、活かしているところ。新築の物件には出せない、味が出ています。現代の設備を取り入れながらも、しっかり元の建物に調和するセレクトなのが、センスを物語っていますね。これは、部屋の方にも期待大です。エレベーターで上がってきました。ホテルや高級物件に多い、内廊下のスタイル。こちらが玄関です。なんじゃこやぁ。めちゃくちゃかっこいい。薄暗い廊下から、玄関開けていきなり、がっつり明るい吹き抜けというギャップ。そして、この巨大な空間に広がる紫、元い、ゆっくり不動産カラーのタイルカーペット。すませて。なんか木の箱みたいなのある。けどこれどう見てもオフィスじゃないですか。イケてるアパレルデザイン会社のオフィスなんかのイメージ。住宅の特徴が一切ないです。もしや、これはオフィスから住宅にコンバージョンし忘れちゃった部屋でしょうか。あ、木の箱にドアがついてますね。これは何でしょうか。お、トイレですか。なるほど。ということはもしや。キッチンあった。すごすぎる。こんなに気配を消したキッチンには初めて出会いました。今時の物件はキッチンを中心に作られていると言っても過言がないくらい、オープンキッチンやらアイランドキッチンやら多いんですが、この超クローズドな隠れキッチン、衝撃です。もはや愛おしいです。場所こそ隠れていますが、大きさも収納力も含め、性能は十分。キッチンはデザイン次第で映える一方で、住むと生活感が出やすいので、住みながらもおしゃれな空間を保ち続けるには、こういった形もありですね。この物件は、おそらくオフィス仕様から建物の良い素材感を残しながら住宅に変えていく過程でこのような一風変わった間取りが生まれたのでしょう。いやいや勉強になります。さて、大空間の方に戻ってきました。あそこがキッチンということは、ここはざっくりリビングダイニングということですね。いい意味で、過去最高にリビングダイニング感がありません。ここだけ見ると本当に、イケてるオフィス。人が住んでいるイメージが全くできません。
どんなレイアウトで済むのでしょうか。ちなみに物件資料によると、この空間は37畳。37畳?いやいや、ほんと聞いたことないサイズ感ですよ。規格外の巨大リビングです。空間って何もないと狭く感じて、家具を配置するとより広く感じるのですが、一般的な3人掛けソファをポツンと置いてみたら、この空間の巨大さがより実感できそうです。お、こんなところにもドアがありました。これは何ですか?個室なので、寝室として使うこともできそうです。収納用のハンガーパイプもありますしね。と思って物件資料を見たら、ウォークインクローゼットでした。いや、なんか色々でかすぎて感覚が麻痺してきました。まあ確かに、窓がないので居室とは言えないし、エアコンもないので、収納部屋扱いになるのは納得。なんですが、庶民的な感覚ではこれを収納と言われると、誰の家が収納以下やねん、と激起こしたくなる気分です。プンプンですよ。いやしかし、本当にかっこいい空間ですね。これをしっかりと住宅仕様の家具レイアウトで仕上げて、住みこなせるセンスが欲しい。エアコンは当然に天井埋め込み型。この吹き抜け空間も最高に好きです。窓で青空が切り取られた風景。たまらんばい。ではメゾネットの2階部分に上がってみましょう。おお、こちらも潔い大空間。ここは何と呼んだらいいのでしょうか。一応間取りとしては 1LDK なんですが、寝室。こんなに奥行きある寝室、見たことないです。まあそもそも個室になっていないので、空調の問題なんかもありますが、使いやすさとおしゃれ空間はいつも天秤だと思うんですよね。使いやすさ、住みやすさだけを求めすぎるとつまらないものになっていくし、尖っていくと徐々に使いにくさが出てくる。個人的にはいろんな選択肢があることが世の中的にハッピーなんじゃないかなと思うとともに、うまいバランスでやや攻めたデザインが好みなんだけど、自分に住みこなすセンスが足りないのがいつも悩みというジレンマですね。洋服で例えると、万人受けする使いやすさ、着やすさみたいなものだけを追求すると、スウェットとカム地の白 T シャツだけ着るみたいな世界になっちゃうんですが、世の中にはファンキーで着心地悪いカラフル T シャツもあれば、寒いけど破れたジーパン履いたりもしますよね。おしゃれは寒さ、暑さとの戦いなんて言いますしね。いろんな趣味思考の人がいて当然なので、アパレルの選択肢は無数にある。同じような話で、不動産で言うと、使いやすさとか費用対効果の良さだけを考えた、金太郎飴みたいな同じコピペデザインのマンション、アパートだけが立ち並ぶ街なんて、つまらないと思うので、僕は個性的な物件が好きなんですよね。決して金太郎飴を撲滅したいわけではなく、いろいろチョイスがあった方がよかろ?くらいの緩い気持ちです。で何の話をしてるんですか?物件の話置いてけぼりじゃないですか?というか、これで終わり?なんか足りなくない?あれ、なんだっけ?は、風呂がない。ちょっと間取り図をカンニングします。あった。風呂の場所の癖がすごい。なんと。玄関を出て、ここ。あった。衝撃的です。あ、風呂だけじゃなく、洗面と洗濯機置き場もありました。玄関を出て風呂。まあ考えてみれば、風呂が離れにある和風建築だと趣があるって感じたりもするので、ポジティブに受け取ることもできなくはないですね。風呂上がりに全裸でうろうろしたい人や、朝起きて顔洗いに行くのに廊下で誰かに見られてしまうかもしれないのが辛い人には合わないでしょうが。まあワンフロアに3部屋だけだし、他の部屋も同じ構造なので、お互い様ですね。ここは給湯器でしょうか。って、こんなところに給湯のリモコン。内見しすぎて、扉があったら開ける、脳になっているので、奇跡的に発見できました。
こちらは、浴室乾燥機。意外にもハイテクです。あ、洗濯物干しスペースはここですね。シャワーカーテン用のレールもついてました。元の建物の良さを生かしてデザインはめちゃくちゃかっこいい方向に尖っているけど、使いやすさも考えられたバランス感はとても感じます。いやー、本当に癖がすごい物件ですね。この巨大なリビングをどう仕上げたらいいか全く思いつかないけど、空調効率とか、キッチンの隔離感とか、別室の水回りに行くハードルを乗り越えて、こんな物件を住みこなしてみたい。このオシャレ着を着こなせるイケメンになりたい。とテンションが上がる物件でした。こちらが間取りです。共用通路がざっくりしすぎというツッコミはさておき、108.6 平米 1LDK という衝撃的なスケール感でした。ウォークインクローゼット。と今見て思い出しましたが、激おこ気分もすっかり治っちゃいました。次回も変わった物件の内見を予定しています。お楽しみに。チャンネル登録してね。してね。